Welcome to the Disco JD! ようこそ毎月第2木曜日、ここ FM ルピナスに現れるディスコチェリー、支配人の私、桜川松五郎、通称チェリムでございます。いやーね、今月も始まりましたディスコチェリー、さてね、まあ皆さん先月からね流れてる新しいオープニングとエンディングといえばん？そうですね、まあこの辺にねドーンっていつもこっち刺すんですけどね、いつも画面はこっちにドーンって出てくるんですけれども、オープニングはリュウミホさんのアルバムブリーズオブユーからカラフル、そして、エンディングも同じくリュウミホさんのアルバムブリーズオブユーからナイトオブピアノマンとなっておりますので、まあ、こちらもねぜひお聞きくださいませ。ということで、まあね、今月もね皆さん猛暑だ酷暑だ雨だ嵐だ、どれだろうみたいなね感じで、一番欲しいものってなんだったらね、やっぱりね癒しですよね。もう癒しってどこにあるんだろうってね思ってます。八百屋に行ったらある、あ、それもやしだよあんた、それは違うからね、癒しですからね。ということで、ディスコチェリーも今回は癒しにこだわろうじゃないかということで、第36回目のゲストはボサノバシンガーの大沢リオさんが登場。ここバーン、ここザーって、ここにもトッとね、いらっしゃるんですけれども、もちろんね早速ディスコチェリーと思ってるんですけれども、まあ、今月は大沢リオさん特集ということで、アルバムリオからね、これねテレフォーニュをお送りしようと思っております。それでは行きましょう。リオ大沢テレフォーニュ、ステイチューンズ。パラッタッタラッタパラッタッタラッタパラッタッタEu já estou desconfiado Que ela deu meu telefone pra mim E dizer que a vida inteira esperei Que deduria me matei pra encontrar Toda a lista quase que decorei De noite não parei de discar E sabendo com que jeito Pedia pra ligar Não entendo mais nada Pra que que eu fui topar?Não me diga que agora atendeu Será que eu Reconsegui agora encontrar A moça atendeu Alô? Fará-tê-tê Tê-tê Tará-tê-tê Tê-tê Tará-tê-tê Tê-tê-tê-tê Fará-tê-tê Tê-tê Tará-tê-tê Tê-tê Tará-tê-tê Tê-tê-tê-tê Tê-tê-tê-tê Thank you.
consigo falar. Tuim, tuim. Tô vida muito mais de mês. Tuim. Já começa quando eu penso ziscar. Eu já estou desconfiado que ela deu meu telefone pra mim. Tuim, tuim. E dizer que a vida inteira esperei. Tuim. Que deduro me matei pra encontrar. Tuim, tuim. Toda a lista quase que decorei. Tuim. De noite não parei de ziscar. E só vendo com que jeito. Pedia pra ligar. Tuim, tuim. Não entendo mais nada. Pra que que eu fui topar? Tuim, tuim. Não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar? A moça atendeu. Alô? Paratete, tete, paratete, tete, paratete. チェリー VIP ルーム、ナビゲーターは川越のゾロこと森園長博がお送りします。さて今月のゲストなんですけれども、実はお二方いらっしゃいまして、まずはボサノバシンガーの大沢リオさんです。こんばんは。どうもよろしくお願いします。そしてもう一方ギタリストの長沢のりひとさんです。こんばんは。どうもこんばんは。あ、まあ、まずはね、そのゾノがその初めてなんですけど、大沢、リオさんに、まあ、お会いしたのはっていうのがね、まあ、当番組にも実はご出演いただいた林美里さんっていうボーカリストの方がいらっしゃって、はい、でこの方のその、ディオライブ、クリスマスのあのディオライブで、そうですね、そうですよね、はい、赤坂のあのベレラさん、うん、そこで初めて、まあ、拝見拝聴させていただいて、はい、もう第一印象なんですけどね、なんてキュートな方がいるんだろうかと、もうちょっとびっくりしまして、こんなキュートなのに歌こんなうまいんだって思いながらこう聞かせていただいて、で、まあ、その後ね、ヒロープラザさんのライブで、はい、改めてこう聞かせていただいた時に、こうなんていうんですかね、こう聞き手にねそっと寄り添ってくれるような歌であったり、うん、それから逆にね頑張んなよってこう背中を押してくれるような、なんか本当に、まあ、本当多彩な表現をされるボーカリストさんだなって思ってたんですけれども、まあね、そして、まあ、画面の向こうのね、まあ、もちろんそのボサノバファンの方、この方は もちろんね、はい、はあ、大沢リオさんってなるほどそうなんだってこうね、うん、皆さん聞いていると思うんですね、まあ、ただ何分にもまあいつも言うんですけれども、画面の向こうの方たち皆さん無口なんで、向こうでウォーって言ってても残念ながらこっちに聞こえてこないというのが、まあ、ちょっとね残念なんですけど、うん、きっと画面の向こうでみんなおーって言ってると思うんですね。もう手振っていただいて、はい、もうね、ね、もうちょっとね僕はね先ほど収録のねちょっと前のお話をさせていただいた中で、ジンジンさんというふうにねリオさんがおっしゃっていたので、はい、ジンジンさんと呼んでもよろしいでしょうか。あ、もちろん。ありがとうございます。喜んで。ありがとうございます。今ねお前来やすいぞって言われたらどうしようかと思いました。いやちょっと待ってくださいみたいなね感じになるところなんですけれども、はい、ありがとうございます。まあそのジンジンさんのねギターもすごいなと、ざわつきがあるかななんて。ざわつき、第一印象どうでした。いやキュートだと思いました。いやここでねキュートって言うとね、ほらいつもこういう迷彩服みたいなの着てるじゃないですか。そしたらやっぱりあいつ新手のお姉だなって言われるとねちょっと困ってしまうので、まあでもね非常にこうお写真ではね、リオさんの書き込みのお写真ではジンジンさんを拝見して、なんかすごくこうなんていうんですかね、ダンディーと言いますかね、こうキュッとした感じの方で、なんか僕みたいなのがねこう行くと、君は何を食べてそんなになったんだいとかって聞かれそうだなみたいなね。そうです。姿かっこいいですね。かっこいいですよね。でまたねお話しされてもね本当にそつがないお話をされる方だなというふうに思っておりまして。ありがとうございます。喜んでいいところなのか分かりませんが。はい、喜んでいいと思います。だからダンって叩いて帰るっていうところではないので、はいはいはい、そういう時があったらすぐ止めますから、はい、言っていただければと思います。はい、でまあもともと実はリオさんはその、はい、ボーカルをねずっとやってたんだよというよりか
顔は、はい、あの尚美学園の、あ、そうです、そうですよね、あの、うん、電子オルガンの、そうですね、で皆さんしかもね首席で卒業されてるんですよね、うん、一応書いてあるんですけどいやすごいですよね。僕首席って言葉を見たのはリオさんと天海祐希の時だけですよ。あとは首席なんて言葉見たことないですからすごいなと思って、はい、で、まあ、そのピアノとオルガンの講師になられて、はい、で、まあ、CM とかその PV とかねいろんなこうご出演いただいて、それで、はい、ボーカル活動もまあスタートされたっていうことだと思うんですけども、ね、はい、まあ、オルガンからイコールこうボサノバっていう感じってなかなかねちょっと、うん、あのすぐにこう結びつかないところが、まあ、ゾノのと変なところではあるんですけれども、はい、あのそもそもそのボサノバシンガーを始めたきっかけってどういったところからだったんですか？もともと歌は趣味的に好きだったんですけど、はい、なんか友達に誘われて、はい、ブラジル人のライブに、はいはい、あ、たまたまこの CD のフランシスって、はいはいはい、あのジンジンさんともよく共演されているフランシス・シルバの、さんのライブに行って、はい、聞いたら、あ、なんだこれはってびっくりして、はい、自分が持っていたあのボサノバのリズムでなんとなく歌っていた、はい、歌が全然違ったので、うんうんうん、あ、ちょっとやってみたいって思いましたなるほどね、もうね、そこにねまた気づかれるってのもいいですし、あと MPB なんかもやられるじゃないですか。あ、そうですね、はい、私あの披露の時にはね、ユリの花を、あ、そうです、歌われて、はい、でやっぱりそのこういった MPB なんていうのはまだまだ日本馴染み深くないし、うんうん、私もそんな偉そうなこと言ってますけど林美里さんが言ってるのを聞いた受け売りでまあ話をして、はい、でもそのユリの花って美里さんも歌われるんですけど、うん、またそのリオさんのバージョンっていうのもまたねこうそれぞれにこう味があって、うん、であのこう実にこうなんていうんですか、 MPB の、まあ、土台といいますかね、悲しい歌だけど楽しく歌われるっていう、うん、そこがまたね、でプラス9とかが入ってくるじゃないですかリオさんの場合は、だからおおと思いながら聞かせていただいたんですけれども、うん、さらにね皆さんね、リオさんを見ていただいて多分こういう疑問って湧いてると思うんですね、はい、うん、リオさんは本当に歌だけの人なんでしょうか、オルガンだけを弾く人なんでしょうか、もしかしてモデルさんとかやってないんですかみたいな話は絶対にあるだろうなと、うん、誰が思ったって私が思ったんですけどね最初に。で実はオーストラリアの靴、オーストリアですね、オーストリアで、はいはい、オーストリア失礼しました、うん、オーストリアの靴、はい、ポールグリーンっていう、あ、そうですね、ポールグリーンっていうあのモデルも務めてらっしゃるということで、少しだけやってます、そうですよね、うん、あのちょっと画像を、ね、拝見してね、はい、今回もしかしたらあの先ほどの、ね、テレフォーニュの中にさりげなくタッ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 と入っているのを見てみんなって思ってね、非常になんかね、はい、あの多彩な活躍をされていらっしゃいますよね、ふふって言われちゃいましたね、ふふって言われちゃいましたけれどもね、まあ、そしてね、その様々な活動を経てこのアルバムリオをリリースされたということで、はい、うん、でこのアルバムリオにも参加されてるのが、まあ、本日お越しいただきました、はい、もう一方のギタリスト、もうあえてジンジンさん紹介させていただきます、ようこそ。どうもです、どうもですまああのリオさんはね、もうこのジンジンさんという言葉は勝手にあのゾノがあのあだ名をつけて呼んでるわけではなくてね、はい、もうリオさんが書き込みの中でも皆さんがジンジンさんというふうに、まあ、親しみを込めて呼んでらっしゃるんですけれども、うん、まああのライブはね、もとより、まあ、アルバムでももちろん数多く共演されてらっしゃるとは思うんですけれども、そもそもねジンジンさんと大沢リオさんはどこでどう出会ってこの活動をしていく流れというのか、あの最初の共演は、はい、大丈夫です、サシペレで、サシペレだった、はい、うん、あのそうなんです、成沙さんのご家族のお店があるんですけど、はいはい、そこで、ああなるほど、はい、いや第一印象ってどんな感じ、なんか婚約会見みたいですけどね、なんか第一印象ってどうですかみたいな、はい、人事さんに一回会っとこうと思って、はいはいはい、あの近くでちょうどライブをやっていたので、はい、あの会いに行ったんですね、はい、リハーサルぐらいの時間に、はい、ですいません長澤典人さんっていらっしゃいますかって、はい、
六本木のお店に行ったら、はいはい、あ今ちょっと飲み行ってるんじゃないかあらって寝てましたあれライブはリハはみたいな感じでなるほどそうそうたまたまちょっと行っていて、はいはい、そうなんですなるほどね、うん、でもまあそういった出会いから、はい、でもうなんかこうリオさんのライブ、まあ、もちろんいろんな方がね共演されていらっしゃってそれぞれってあるんですけど、はい、あのその時の印象はやっぱりジンジンさんが、うん、出てるんだっていうなんかこう比較的こう割合的にねそうですね目に留まるというか、はい、一緒させていただいてます、素晴らしいですよね、うん、まあねこの素晴らしいお二人がてんてんてんと後ほどねちょっとお話しようと思っているんですけれども、はい、まあジンジンさんね、はい、ジンジンさんは逆に言うとまあこうご一緒に演奏されていてその僕らっていわゆるステージのこちら側からまさに今の状態から例えばリオさんを見てたりですとかジンジンさんをこう見たりとかっていうまあ言ってみればこう一方通行でこう見てるような部分ってあると思うんですよ。で逆にジンジンさんの方から見るリオさんっていうのは例えば真横だったり後ろだったりこういろんなところの角度でこう見ながら演奏されてると思うんですけれど もうあえてここはねそういった角度で演奏されてるジンジンさんだから聞けるんだと僕は思ってるんですけど大沢リオさんのねこう魅力について教えていただきたいなって思うんですけど一言で言うならば、はい、キュートあれあれ一緒じゃないですかやっぱりキュートなんですよありがとうございますなるほどあとはすごく楽しそうに音楽を、はいまあ、歌を歌われる、うん、そうそう我々と一緒にやっててもつまんなそうじゃない、うん、ああよかったっていつも楽しいです毎回幸せになって帰ります、うん、なるほどね、まあ、それはでもね僕ジニさんの言葉分かりますもう疲労を言ってウキウキして帰りましたもん帰りいやよかったわって思いながら入ったですよね、まさにそこですよねですよあなるほどなるほどいやねもう今ね多分あの画面の向こうはねいやそんなにキュートだキュートだみんな、ね、画面の向こうでキュートーってあお湯出しっぱなしみたいな金ライサーじゃないんですか、ね、いやそれ言っていいのかいいんです大丈夫ですよはい、はい、まあねだけど本当にこういったねところ皆さん、まあ、リオさんのファンやねジンジンさんファンの人はねいや何言ってんだぞのって今頃かって言ってるかとは思うんですけれども初めてこの、お二人を画面を通じて見てらっしゃる方たちはどんな歌を歌われるんだろうかと、まあ、先ほど一曲かけてはいるんだけれどもライブどうなんだろうみたいなライブなんてお願いしてもよろしいでしょうかどうしますせっかくだから、はい、じゃあやりましょうかね、せっかくだからねありがとうございます皆さん聞けますよそのキュートねゾノなりチェリムがねキュートって言った言葉がどういうことかっていうのをねぜひ、体感してほしいなと思います、それではよろしくお願いしますリオ大沢ウイスノリヒト長沢The show is beans. Você viu seu caminho, nunca vi coisa assim. E passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar Thank you.
演奏もさせていただけるということで、とても大好きなジンジンさんをお連れして出演させていただいております。どうもです。今日はセブンイレブンあって言っていいのかな、7月11日なので、夏真っ盛りということで、1曲目はサンバチペランサマーサンバを聴いていただきました。次はアルバムの中からアルバムもいっぱい紹介していただいておりますが、デイジュキサンベイサンバという曲です。アルバムヒヨの中で、ジンジンさんが唯一入ってくださっている曲です。モニジンというね素晴らしいユニット、松本美香さんと、ジンジンさん2人で入っていただきました。今日は特別にジンジンさん歌っちゃいます。お願いします。
measures behind the know-how. Who someday find the present? Who someday feel you that know? Who cringe for the transformador? A tristeza é senhora. Desde que soube, soube assim.絶望的な悲しみから生まれましたが、サンバのリズムによって悲しみもハッピーに変われるというとっても素敵な曲でした、それでは次はちょっとバラードを一曲、アントニオ・カルロス・ジョビンはたくさんボサノーバを作りましたが、バラードもとっても素敵で Sweet Dos Fossin Iguaiza Bosse という曲です。世界中のすべてがあなたと一緒だったらこの世界はどんなに素敵なんだろう。Sweet to those fools.
は肌がツヤツヤになって嬉しいんですけど、こういうね弦楽器は本当に大変だと思います。ピアノもそうですけどね。次の曲はサンバドゥ奏法という曲です。ジョビンの息子さんが作った曲で、ブラジルにブラジル人が、ニューヨークの奏法へ行った時に、街角でふわーっとブラジルの風を感じて故郷を懐かしく思ってサウダージを感じて作ったと言われています。サンバでそう。やっぱり
キュートなんですね、リオさんは。キュートでしたね。いやでもジンジンさんもなかなかキュートでしたよ。ありがとうございます。いやもうね、今回はねやっぱりそのジンジンさんもボーカルを、そうなんです、取っていただいていて、はい、なんか すごいね味のある、そう、弾きながら歌ってくださるので、うん、そうですよね、もうすごい楽しくて、素晴らしいんです。そうですよね。いやもうなんかね、思わずね、あのアンコールお願いしていいですかって行きそうになってね、慌てて止められるって、うわねねねねねってなるぐらい、やっぱりあのなんて言うんですよね、ボサノバって、まあ、冒頭でもね癒し癒し、大体皆さんこう癒しっていうところについつい目がいっちゃうんですけれども、そのお二人のライブって本当に癒しだけじゃなくて、なんかさあ明日も頑張ろうって思わせてくれたりとか、なんかこう今日はいろいろあったけどいい日だったよなってこうなんかね元気づけられたり勇気づけられたりするっていうのが、実はボサノバってそうかみたいな、それはやっぱりこのお二方の演奏があってこそ実感できることで、なんかこう私なんかがその今までボサノバに求めてたもの、それからボサノバでイメージしたものっていう、うん、あの概念やっぱり変わりましたね。嬉しいです、はい、うん、だから多分ね、あの画面の向こうの、ね、皆さんもボサノバだから癒されよう、なんかほっと一息っていうよりも、なんかそれもあるんですけどね、あるんですけど、こういやいいの見たわとかいいの聞いたわっていう、そこもねまた素晴らしいなと思ったんですよ。はい。でまあただねふと思うんですけど、まあ我々はねリオさんやジンジンさんからその癒しをいただいたり勇気をいただいたりまあしてるんですけど、はい、反対にリオさんやジンジンさんにとっての癒しってなんだろうってちょっと思っちゃったんですけど。なるほど。おお、あのジンジンさんどうですか、なんかジンジンさんにとってのこの癒しです、癒しと夏、まあ、暑いですからね、はい、癒し中華、いや癒し中華、癒し中華癒し中華、癒し中華ってなんか中華癒し言ってるみたいな感じで中華ダメなんすかみたいな感じになっちゃうんですけどもとまあ一ボケしたとこで、あ、すいません、大した受けも取れずに、いえ、大丈夫です、場内 OK です今、まあ、OK です、はい、ですね、そうですね、やっぱりこう冷たくてキュッとっていう感じのものですかね。なるほどね、冷たくてキュッといけじめじゃないかそれじゃダメよいけじめしやみたいな、まあまあでもそうですよね、ちょっとシワなんて出たりですとか、あのもありですね、そうですよね、あ、なるほど、そこでこう英気を養いつつまた皆さんにこう癒しの、そして元気になる音楽を提供されると、そういう感じで。なるほど。リオさんはいかがですか。私はさっきね、あの看板に、はいはい、あのノン吉くんがいましたけど、はいはいはい、うちにもノン吉くんがおりまして、はい、犬なんですけど、はい、同じ色で黒いんですけど、ノンちゃんですね、 なんか似てる、そうノンちゃんです、はい、もう、はい、そうなんです、それがもう癒しです。なるほどね、はい、いやもうまさにね、本当リオさんがね、うん、あのまあ勝手なんですけどね、ほらママだよって言ってなんかこう頭をなでてるような感じがねいつもこう書き込みでねノンちゃんが出てくると、はい、あノンちゃんだって思って見ていて、やっぱりね、でも僕らね、でもねのんちゃんとリオさんの画像とか、あとのんちゃんだけがこうねこうトコって写ってる、あ、はい、あの画像とかあるじゃないですか、あれはねものすごい癒しなんですよね。そうですか、見てくださってありがとうございます、あのんちゃんってつい声が出ちゃってね、一回あの電車の中でね、あのんちゃんとか言ったら横にいるおじさんがどうもみたいな顔で見られたんですけども、ありがとうございます。いや分かりますね、その、うん、お気持ちね、絶対に分かると思うんですけれどもね、まあ、あのここでなんですけど、もう一曲だけこのアルバムからかけようかなと思うんですけど、りょうさんどれにしましょうか、そうですね、クラブイカネーラとかにしようかな、アルバムですね、はい、4曲目に入ってるんですけれどもあの
曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。アルバム不器用の中からクラブイカネーラです。それではお送りします。どうぞ。生まれ漏れなきゃテンペロ、しがなきゃテンペロ、教えるとクラブ。しがなきゃテンペロ、漏れなきゃテンペロ、箱じかねら。あるは漏れな、ダンサードゥヴェントゥ、ヴェントリダノイチウソーダマイヤン。あしゅはしがな、ダンサードゥスキウス、メドゥカカウユウソーダマイヤン。漏れなきゃテンペロ、しがなきゃテンペロ、教えるとクラブ。しがなきゃテンペロ、漏れなきゃテンペロ、箱じかねら。あるは漏れな、ダンサードゥヴェントゥ、ヴェントリダノイチウソーダマイヤン。あしゅはしがな、ダンサードゥスキウス、メドゥカカウユウソーダマイヤン。えらいらららら、えらいららら、えらいらららら、えらい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 ららら、しがなきゃテンペロ、漏れなきゃテンペロ、箱じかねら。あるは漏れな、ダンサードゥヴェントゥ、ヴェントリダノイチウソーダマイヤン。あしゅはしがな、ダンサードゥスキウス、メドゥカカウユウソーダマイヤン。漏れなきゃテンペロ、しがなきゃテンペロ、クシェルトクラブ。しがなきゃテンペロ、漏れなきゃテンペロ、箱じかねら。モレナダンサードゥヴェントゥヴェントリダノイチウソーダマイヤン。アシュバシガナダンサードゥスキウスメドゥカカウユウソーダマイヤン。エライララララ、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 エライララララ。大沢リオさん、ジンジンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、ファンの皆さんにですね、メッセージですとかお知らせですとかございましたら、ぜひお願いいたします。はい、来月になりますが、8月1日の木曜日に、はい、蒲田エスパッソブラジールというお店があるんですけど、はい、そこで巨匠2人、長澤則人さんと小畑和彦さんの2人のツインギターにゲスト出演させていただきます。なるほど。あともう一つ、はい、8月15日の木曜日、はい、船橋なんですが、コクリコットホルテというところで、長澤則人さんと安井源之進さんというスーパーパーカッショニストがおりまして、3人で出演させていただきます。お、素晴らしい、はい、ぜひいらしてください、皆さんね、あれ聞き逃しちゃったっていう人はアーカイブスでね、もう一回グッて戻せば聞けますからね。いやもう100回聞いても覚えられないよっていう人は101回目にメモ取ってくださいね、はい、もうぜひぜひ8月はですね、この2回1日と15日、はい、この日が、ライブがございますのでね、ぜひ足を運んでいただければと思います。はい、はい、
ディスコチェリー VIP ルーム、今月のゲストは大沢理央さん、そしてもうあえてこれで呼ばせてください、ジンジンさんでした。どうもありがとうございました。ジェリームよろしく。いやーもうどうもありがとうございました。ありがとうございます、まあ、本日のゲスト、まあ、まずはですね、もうあえて大沢理央さん、まあ、番組どうです、いかがでしたか。楽しかったです。本当ですか。、はい、あ、よかったです。もう何よりです。なんかね、もう今回はもう素晴らしいライブもね聞かせていただいて、ありがとうございますね。もうなんか皆さんね、ああ明日も頑張ろうってきっとね、週末に向けて頑張るんだろうなっていうのが分かりますね。まあ、そしてね今回は、長澤のりひとさん、ギタリスト長澤のりひとさん、どうです、いかがでした。楽しかったです。本当ですか。すごい楽しかったです。本当ですか。はい、本当ですか。はい、あ、よかった。もう一本撮りたいぐらいです。あ、そうですか。ありがたいお話をいただきまして、もうありがとうございます。もうじゃあって言ったらもうなんかね、ギターケース抱えられちゃったら困っちゃうんですね。さっき言いましたよね。いや、今日ちょっと急ぐからごめんねみたいなね。川越でちょっとなって、うん、うまいレモンサワーの店があるんだよって言われたらどうしようかって思いつつですけれども、いやでも本当にありがとうございました。素晴らしい演奏、それから楽しいお話を聞かせていただきまして、本当にもうありがとう。ございました。またね、でもぜひよろしかったらあのお越しいただけたら嬉しいななんて思っております。喜んで、ありがとうございます。この番組は毎月第2木曜日、ここ FM ルピナスにて開店します。また来月皆様のお越しをお待ちしております。お相手は支配人の桜川松五郎、ゲストは大沢理央さん、そして、ギタリストの長澤のりひとさんでした。それではまた来月、 See you、 バイバイ。ドリーム放送局 FM ルピナスをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。 FM ルピナスの各番組ではスポンサーを募集しております。ぜひ概要欄のスポンサー枠購入ページをご覧ください。もしくは公式メールアドレス info@fmlupinas.com までお問い合わせください。楽しい番組をお届けするため、応援してくださる方をたくさん募集していますので、よろしくお願いいたします。